井香織です。パクちゃんです。林ゆかりです。食い気味だった。食い気味。今日はスックの新作プライマー、はい、こちらをとことんみんなと、ね、深掘って話していきます。そして今期のベースメイクのトレンド、はい、これについてもみんなとたくさん話し合っていきたいと思います。まずは、はい、今期の肌作り、うん、みんながどんなことを意識してるかなっていうのを教えてもらいたいと思います。まあ、自分がツヤ肌も好きなのもあるんですけど、うん、今期本当に多種多様なツヤを作れるアイテムが本当に豊富がたくさん出てて、だからこう今っぽいなんかこうツヤ感のなんか肌作りを意識して作ってることが多いですかね。今っぽいツヤ、今っぽい、うんね、今っぽいってね、何、うん、と思うかもしれないけれど、うんうん、あるよね。違うんですよ、今っぽいってね。ツヤ肌進化してますからね、うん、めっちゃ進化してる。下地のなんだろう、進化がすごいなと思って、うん、あ、わかる。なんかどん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 進化してるから、うん、下地を塗るだけで肌が綺麗に見えたりとか、うん、それこそ色ムラがカバーできたりとか、うん、なんかそれだけあればみたいな下地がすごく増えたなっていう気がして、結構頼り切ってます。わかる。いや、わかる。頼れるやつがね、うん、本当にもう本当そうね、うん、あのやっぱり下地、ファンデーションも進化してるけど、うん、下地の存在がなんかこう輝いてるっていうか、結構さ、うん、ファンデは結構もうほら超ハイスペック、うんうんうん、で下地は結構多種多様に、それこそ個性的な、うん、なんかそれぞれ違って楽しいな、うん、下地のジャンルって私なんかは思ってる。合わせる下地で全然さ、うん、仕上がり変わってきたりするしさ、うんうん、ね。いや、下地結構なんか隠れた主役。あ、そうそう、主役だと思う、主役だと思う。今のなんかベース作りの中では、うんうんうん、なんかそう思います。昔は考えられなかったよね、うん、なんかとりあえず、なんかとりあえず塗っとなんかみんなわかんないけど、なんか一応塗っとく、うん、そうそうそう。まあ、塗った方が崩れないかなぐらいっていう時代があったけど、いや、もう今は主役だね。早速、うん、スックについて話していくよ。はい、ゴーゴー。去年ボーチェでも年間ベストコスメで1位を取ったザ・ファンデーション、はい、みんなと ね語り合ったけれども、はい、そんなザ・ファンデーションなどスックには選び抜かれた数少ない商品にだけ王者の証でもあるザをつけてるんだよ、はい、名前にザね、キング、キングです。ザ・キング、スックが誇るザがついた下地が今回出ます。はい、ザ・プライマーね。うーん、どんなザだろうって思いましたね。どんなザだろう。どんなザだろう。スックがもうザとつけてくるということは、それだけの自信あふれるものだと思うけど、もう使ったよね、もちろんみんな。もちろん使ってますよ。もう現場でももちろんスタメンだし、あとでも本当に使った瞬間の張りに満ちたツヤっていうんですか、わかります、わかります。塗った瞬間のもう一塗りで、はぁと思いました。はぁと思いますよね。思った。ワンスクローズとして、あ、綺麗になってる、綺麗になってる、綺麗になってる、待ってた。わかるわかる、本当に。一塗りでいろんな表現が一気に来るじゃない。そう、でも一塗りで分かりませんでした。分かる分かる分かる。一塗りで、あ、やばい、これいいってね、これいいってなった、ね、なった本当に、うん、なります。なんかこう内側からこう気品のあるツヤ感で、本当にやっぱ高貴な、高貴ね、高貴な肌に仕上げてくれる。なかなか使わないワードだけど、うん、スックだと好奇が合う、もう本当落とし込めるのよ。分かる分かる、うん、どんな肌を見ると好奇って思うのかなって考えた時に、行き過ぎてなくてさ、うん、でもあの弱々しいわけでもないしさ、うん、なんか塗っただけで本当に丹念に作り込んだように見える肌ができるの、塗っただけで。うまくまとめてやっぱりそのにじみ出るオーラ、うん、はもちろんだし、もう何とも言えない程よいツヤ感、品のあるツヤ感、張りに満ちていて、くすみのないスキントーンで磨かれたように輝いて、もうパーフェクト。それら全てで、まあ、構成されたなんかバランスの良さがやっぱり高貴っていう肌表現なのかななんて。下地ってそもそもなんかなんとなく塗ってたりとか、なんかまあファンデーションのノリを良くするために塗ってたり、肌のトーンを補正したりっていう感じだったんですけど、なんかザ・プライマー、この下地ってみんなが思ってる下地とレベルがちょっとレベチ、レベチ、それ存在感やっぱりあるけれども、うん、なんだろう、やっぱりファンデーションの下につけるものとしての、うん、なんかそこは保ってる感じしない、すごい
優秀な秘書みたいな感じ。あなるほどね。その辺の秘書じゃございません。確かに。まさにその下地の段階で土台を整えておくこと、その後のベースメイクももちろん美しく仕上げることができるし、高貴な肌がね今回作れるポイントっていうのが、計算づくのオイルとパウダー、それとね4種のパールのブレンドによるものなんだ。パール、なるほど、4種のパールなんだ。ギャンのパールがすごいよね。でこれによって、やっぱりパールすごい際立つわけではないけれども、やっぱり計算づくのその配合によって、エイジングサインをカバーしながら、やっぱりカバー力と抜け感、やっぱその辺のバランスをうまく取ってるわけだよね。素晴らしいさ、その要素がありすぎて、もう人によって私ここが好きみたいのが違う気がしない？あ、そうですね。確かに、私色も好き。わかるよ。そう、わかる。なんかこのベージュ、明るいベージュの感じ、やっぱりなんか、それでこそ今っぽいんですけど、やっぱりベージュってなんだろうな、変なこう隠すの隠蔽する感じもないし、ちゃんとその人の肌を生かしながら、なんか程よい透明感となんか無理のないトーンアップ感、無理のない、そこに全部品が乗ってるから、なんかそれってすごいなんかこうベージュの特性な気がします。そうだね。ベージュの落とし込みがさ、またそこも上品ですよね。一言でベージュって言えないような、そうなんですよ、作りしてない。ザベージュ？ザベージュ。でまたそれで言ったら、なんかつけ心地、なんかちょっとしっとりしたつけ心地もすごい好き。わかるよ。そう、しっとりしてるんだけど重たくないからね。素肌も活かしつつ、でもそれが決してテカリではない。そうなの。ツヤ感がなんかずっと、そう継続してる感じがして、そこも好きかな。それはねまさにね。国産美容保湿成分を14種配合してるそうなんです。スキンケアって下地でしょ。そうだからやっぱだから主役の下地、主役級の下地。メイクアップ要素ももちろんだけど、ちょっとスキンケアともこうまたぐような感じも、下地だけどいろんな方向に手が伸びてて、あすごい、全方位を。今回、ザ・プライマーの他にも、ザ・ファンデーション、そしてザ・ルースパウダーの、これもいいよね、そう、ザ・三姉妹、と名付けよう。名付けよう。ザ・三姉妹をね、一緒に使うとね、どうなっちゃうと思ってるのよ。いやいやいや、もう、ザ・三姉妹、私たち、あれちょうど、いやもうザは特別です。そう、いいんですか、ザつけていただいて。いいと思う、きっとそういうことで呼ばれた。 いいですか下地だけでも高貴な肌が手に入れられるって話してるのに、さらにザファンデーション、ザルースパウダーを乗せて、存分にねこの最高峰シリーズを堪能してほしいよね。でもなんかこう3つ使っても、なんかこう品がぶつかり合わないというか、一緒にこう手をつないでくれて、その人らしい気品のある感じのなんか仕上がり感が手に入るのが私はもうすごいし、うんうん、そこもやっぱ絶対計算してるでしょ。三姉妹で使う人のことも考えて、でみんな主役なんだけど、出すぎてないから最終的にちゃんと姉妹になれるってことですよね。ちゃんと姉妹になれるんです、私たち慣れてるかしら。ちょっと今のところちょっと主張が、私たちは主張が強すぎてちょっと最後ね、ザ三姉妹にはなれないかな。バランスまとまりみたいなことの計算づくの3姉妹、ぜひね楽しんでいただきたいし、今日はせっかくなので、ゆかりちゃんにこのザ三姉妹を、使ってですね、モデルさんにメイクをしてもらおうと思います。やってきます。三姉妹、ザ三姉妹を使ってやってきます。はい。じゃあ早速やっていきたいと思います。まず今さっきお話ししていたザプライマーから塗ってきます。まずこんな感じですね。楽しみ。もうねこの時点で結構伸びるんですよ、ね、綺麗、伸びいよね、滑らかだよね、すんごい滑らかなの、気持ちよさそうだもんね。もうねもうすごく滑らかなんで、スーッと全体的にもう手で伸ばしていく感じで、本当スキンケアの、いや本当そう、なんかさスキンケアのクリームみたいですよね、そうなの。私伸びが良いからね、結構ね、1回で満足しなくて2回やっちゃうときが、2層しちゃう、追いやっちゃう、追いやっても全然重くないじゃないですか。なんかいいですよね、もうね、わーめっちゃ綺麗よ。今ここら辺だけ塗ってます、
ツヤも出てるけどやっぱりピンってそう張り感が、ね、うん、塗りながらもなんか肌にすごく密着していくから、うん、もうすぐに塗ったそばからポンと張り感が出てくる感じ。わかる。あのさ、あの美容液成分ですごく滑らかなんだけど、うん、結構そのピタッと、うん、あのとどまって最後密着する感じ、うん、肌と一体化する感じが結構崩れないっていうような印象がすごくある。あ、うん、崩れにくいですよ ね、 ね。スキンケアみたいな要素がなんかある気がして、うんうん、手でなじませてもムラにならないんですよね。バババって塗っても、うん、なんか勝手に肌にスッとこう、そうそうそう、馴染んでくれていくっていうか、そうなの。でもすごい綺麗。今ね、半分ちょうど半分塗ったとこなんだけど、綺麗だね。なんかハイライトとかのせてないのにさ、そうだね、やっぱもうさ肌のさ、うん、ちゃんとこう立体感とかも拾ってさ、そう欲しいとこにツヤがピッてきて、ね、うん、ありますよね。もともと自分が持ってる色ムラもスッとこうナチュラルに消してくれるというかなので、もうなんかこれだけでももちろんいいぐらい綺麗なんだけど、だけどやっぱりこの後ザファンデーションとかを塗っていくことによってよりすごくこのベースが高まっていく感じ。そうだね。ちょっと半分も塗ってきますね。もうねスルスル塗れちゃうから、本当にミラーレスとかでもパーって塗ってもムラにならない。だってゆかりちゃんの手がすごいさ軽やかだもん。そう、そうでしょ、止まらないの、ってなってない。なんか軽いよね、うん、軽い。ちゃんとさ透け感もあるけど、うん、あのほんのりワントーン、うん、ね、ちゃんと変わってくる、うん、ちゃんと上がってますね。やっぱパーフェクトじゃないか、ね、そうパーフェクト、うん、笑わせないで笑った時もさ、笑った時のこのさずっとさ、そうなのよ、艶がかわいいのよ、艶が、ね、綺麗。これハイライトとか塗ってないんだよ。そうだよ、4種のパールの絶妙な、うん、あとさやっぱりたっぷり塗ってほしい。わ、うん、か、 かる、うんうん、こうなんかすごいこう贅沢に塗ってさらにこう保湿もしながらも、うん、本当なんか肌を整えてってくれるから、うん、やっぱりたっぷりっていうのがいいなって思いました、うんうん、なんかたっぷり塗るとやっぱりこうなんていうんだろう、もたついちゃうとかそういう心配がないから、そう気持ちよくいけますよね。そうなのよ、うん。あとね、小鼻とか例えばこの頬のとことか毛穴が気になる方とかも、うん、さらっと塗るだけで毛穴がスッとこう、うん、綺麗になじむので、あんまりこう頑張ってすごい叩き込んでとかしなくても、うん、そうだね、なんか塗るだけで綺麗です。わかる、うん、毛穴のところも綺麗になるもんね。なるよ ね、 すごいね。これだけしっとりしたものなのに、うん、なんか凹凸もちゃんとピタッとさカバーしてくる感じあるよね、はい、安定感のあるツヤっていう感じがする。なんかだって持ち上がった感じに見えるもん、お肌、うんうん。あれこれプライザプライマーだけだもんね。はい、うわ結構完成度もう高いよ。すごく綺麗なの。でなんかこう例えばちょっと余っちゃったりしたら、うん、そのまま首とかに綺麗に伸ばしても、うんうん、肌のトーンが合うのでそれもいいかなって感じです、うん、ベトベトしないからね。そうベトベトしない、ね、不思議なプライマーだよね。不思議不思議不思議本当。このさツヤが追っかけてくる感じですよ、うん、分かる分かる。だから欲しい、常にさどこから見ても欲しいところにいるよ ね、 そうそうそうね、いる。このままでももちろん綺麗なんだけど、やっぱりここにザ・ファンデーションを塗るとさらに綺麗になるので、はいはい、こんだけ綺麗に下地でできているので、うん、厚塗りしたくないなと思ってちょっと薄く重ねていこうかなと思います、うんうんうん、でもこれさ本当にさ少量でさすごいそうだよ、いいじゃないですか、綺麗に。わかるわかる。だから下地でかなりもうさ肌変化も ね、 ね、いいとこまで来てるか ら、 から、うん、ファンデがさ余計にこうプラスオンしたくならないよね、気分的に。うんうん、そうですよね、本当に必要な分だけでもこれぐらいでいいかもって思えるから、うん、いつも結構塗りがちな人にはこの下地でちょっとこう抑制してほしいね、うん、ファンデを。確かに、うん、やっぱさっきパクちゃんが言ってたみたいになんかみんなでこう手を取り合ってる感じが、うんうん、塗り重ねていくと分かるの、うんうんうん、ヒント品が。そうそうそう、なんか今まで全部にもうベターって塗ってた方も、うん、あれここだけでいいかもとか、いいかも、うん、あなんか今日ここ薄くていいかもって思える。でも今日はせっかくもう下地が綺麗なのであえてもう薄塗りで全体に塗ろうかなと思って、うんうんうん、薄い膜みたいな。そう薄い膜でさらに底上げ、うん、下地がいいからさ、じゃあファンデーションはいらないじゃなくてさ、うん、塗りたくもなるじゃない。だから、うん、少量だけど塗りたくなるって感じもしない、まあ、より綺麗なんて、なんか綺麗をどんどんこう超え合ってくれてる一つ一つでも仕上がってもいるんだけどさらに仕上がってくる感じが、うん、そうなの、とてもよく超えてくよね。超えてくわ。もう塗りながらなんかさっきもすごい綺麗だったのに、うん、さらに綺麗になってくるの、ね、めちゃくちゃ楽しい。いやあ綺麗、うん、
今コンシーラーなくてこの状態っていう、そうだよね、もうすごい綺麗、そうだよね、なんかさツヤがすごくあるしさ、張りもあるけどさ、カバー力がさ、うんうんうん、もう根底にあるじゃないですか、 そう、そこがやっぱいいですよね、うんうん、無理してないじゃない、うんうん、だけどちゃんと後期でっていうさ、うんうん、それぞれの良さが合わさった時にまた一つ上に来たっていう感じでしょ、うん、やっぱファンデーション塗りたくなるわ、塗りたくなる、この仕上がり感見るですよね、うんうん、はい、だけどとっても綺麗です、だけど、うん、ですが、はい、もちろんこれだけでももうすごい綺麗だから、もうこのままでもいいかなって思うじゃないですか、うん、でもザがもう一個あるんですよ、そうだよ、そう、大好きなやつですか、はい、大臣大好きです、大臣大好き、毎日持ち歩いておりますザ・ルースパウダーを重ねるとやっぱさらに塗った方がより綺麗だねっていう肌になるので、うん、ちょっと塗っていきたいと、はい、でもちろんねこのねパフもねとてもいいんですが、うん、今回はやっぱりちょっと薄膜で重ねてきてるので、ここもやっぱり薄膜で仕上げたいなと思います、うんうん、大きめのブラシで、あれ、ね、ちょっと全体に含ませて、このブラシね、プルプルしてるんだよね、もうこれですね、これプル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 見せて、やっぱりこの辺のツヤすごく綺麗なので、うん、私はやっぱちょっと周りから攻めてきます、うんうん、表面にふわ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 とかけていくような感じで、うん、薄膜で重ねてきます、もうほんのりベール来てるね、でもやっぱりさっきはファンデーションでもう十分と思ったけど、うん、やっぱり塗ると綺麗だ、だしやっぱりお粉ならではのまた別、うん、ちょっとね肌表現変わってくるから、うん、これも楽しいよね、やっぱりまた上げてくるわ、上げてくる、ね、3つが重なるともう本当にこの距離で見てもめちゃくちゃ綺麗です、うん、もうツヤ感が全然1個目2個目と違うから、そうだね、ツヤが移り変わってる、ね、そう移り変わってるツヤが、うんうんうん、乗せて消えていくわけじゃなくて、うん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 、ちゃんとこう重なり合って重なり合って、最後もやっぱり薄膜で全体に重ねました、うんうん、なんかここだけポイントってよくやるじゃないですか、うん、じゃなくてザ・ルースパウダーもやっぱり全体に塗るとすごく綺麗なベールになるので、薄く全体に重ねてザ3姉妹、そうかそうか、だから量の、はい、場所によっての量のこう調整とか厚みの操作とかはせずに、うんうん、せずにただ本当に全体全てをいってるんだよね、一定に積み重ねていくと、うん、やっぱりこの美しさができるなって感じ、うん、それってみんなすっごい嬉しいじゃん、いや本当ですよ、だってテクレスじゃないですか、うん、そう考えてね打たなくてもね、そうそうそう、 T ゾーンはちょっと多めにとかじゃなくて、そう、そうそうそう、何も考えないで今日メイクしました、うん、最高じゃん最高、でもこれお家でみんなできるってことだよね、そうだよ、でもねすごい簡単に、だから丁寧に作り込んで、うん、そしていろいろと厚み操作とか量の調整なんかをして作ったような、うんうんうん、そんなリッチなさ、うんうん、高貴な肌に見えるけど、うん、薄膜で重ねただけ、薄膜で重ねてテクニックいらずでこのツヤです、うんうん、だからザ・三姉妹のチョイスだからこそだよね、そうですね、これはこれはザ・三姉妹にしかできない、気もする本当、そう思います、うん、はい、ということで完成しました、綺麗、綺麗だ、ちょっと今回はせっかくすごくお肌が薄膜で綺麗なので、うん、あまりこうメイクもすごい厚くしたくないなと思って、うん、全体的に目元、チーク、リップ、ムーディーな色で薄膜でレイヤードしていきました、うんうんうん、なんかそうすることによってお肌のツヤ感とか、うん、まあ、あと張り感とかっていうのが生かされるので、うん、全体的にじわーっとなんか広がるような感じにしてみました、綺麗だね、ほんと肌がやっぱ引き立ってるよね、お肌がすごいこう、うん、もともと綺麗に仕上がってると、はい、そういうなんて淡い色とかでも、うん、そうすごくこう綺麗に発色して見えるというか、確かにね、なんかやっぱりねちょっとこう秋冬とかなってくると、うん、みんな目元を重くしたいなとかなるかもしれないんだけど、うんうん、お肌がすごく上品なので、うん、メイクはあえて引くわけではないけど足しすぎないっていうのが大事かなと、わかる、でもちゃんと華やかで、華やかですね、そのまとうオーラ、うんうん、高貴な印象もちゃんとあって、うん、やっぱり余裕を感じるさ、わかります、像に仕上がってるね、で今日はアイシャドウはシグニチャーカラーアイズの09番を使ってます、うん、これもいろんな色が入ってるんですけど上品にまとめてます、うん、このチーク大好き、あ、アイシャドウです、アイシャドウです先行っちゃいましたなんかこう言いたくてわかりました、すごいわかる
でチークはブラーリングカラーブラッシュの03番を使ってます。永井さんお好きなチーク、香織さん大好き、大好きすぎて、まあ、私も大好きですよ。今もね塗ってたんだよ、ね、ゆかりちゃんがねこう仕上げてくれてる間に自分たちにもうねもうね確かになんかすごいあれちょっと血色変わっちゃった持っちゃったんですけど肌が綺麗になるから、うん、チークカラーっていう色も可愛いんだけどさもうなんかね、うん、上がっちゃうのよこのチーク、ね、格が上がっちゃって大好きなチークを、はい、今回広めにまとっております、うん、チークを広めに入れてもやっぱり下の肌のベースが整ってるので、うん、こうなんかチークを邪魔しないのにちゃんと主役な感じの肌も出てくるっていう、うん、なんかこう素晴らしいバランスに。でリップがモイスチャーグレイズリップスティックの01番を使ってて、うん、実は結構ヌーディーな色なんですよ、ね、そうだよね、うん、そうヌーディーな色なんだけどやっぱりこうやって全体的にじわっと合わせるとこのぐらいヌーディーな色でちょっと上品さを出したいなと思ったので、うん、あえてここも色は抑えめにしてます、うん、だけど弱いって感じにならずに全体的に存在感があるかなっていう気がします。なんかお肌との透明感がすごいこう引き立て合ってる感じで、これもやっぱりバランスがいいんですね。肌のツヤ感とこのリップのツヤ感と可愛い、うん、イエーイ、絶妙なやっぱりこう肌を生かしつつもメイクを楽しくなるような、うん、そんな仕上がりだね。なってますかね。なってる、はい、ゆかりちゃんありがとうございました。ありがとうございました。素敵だったね、うん、綺麗だった、伝わりました。ね、めちゃくちゃ伝わったよ、うん、本当全てのアイテムもちろん素敵だったし、うんうんうん、でも何といってもまずはプライマーね、今日とことん語り合ったけども、やっぱ自分に塗るのもいいけど人に塗ってる時のやっぱあの滑らかさ、うんうん、でも見てても伝わってきたよ、うん、滑らかな感じがね、うん、塗り心地の良さっていうか、うんうん、みんなもさ人に、まあ、お仕事で使いつつも、うんうん、自分にも塗りたいって言ってたじゃない、うんうん、だから現場でも使いたくて自分にも塗りたいものってすごいさ、そうなんですよ、本当にすごいものだよね。そうなんですよ、うん、すごいしか言えなくてごめんね。でもすごいんですよね。そうなの、そう、わかる、そうしか言ってない。現場でやっぱりいろんな方、私たちお仕事でも会うし、うん、自分だけだったらあこれでいいやってこうなるんですけど、そうそうそう、やっぱり、まあ、どの方にもこうなんか綺麗になるっていうのもすごい私は使ってて楽しいなと思って、うん、今回本当になんか改めてこの3姉妹の凄さをなんか感じましたよ。感じました、本当に、ね、さすがザをつけて存在させている、それだけのやっぱり自信がもうみなぎっていた、うん、で使ったら分かる、うん、そう、プライマーだけでもなんかほぼほぼ完成しちゃうっても思うし、はい、うん、でもやっぱりこうなんかいいものをきちんと組み合わせて作る肌って、うん、やっぱりすごく違った、うん、そうなの、そうなの、うん、でもあと今っぽいなと思いました、うん、そうなんだよね。なんか前ってやっぱりワンアイテムでとかなってたけど、うんうん、やっぱり今ちゃんとこうなんて言うんだろう、重ねて作る肌っていうのもなんか今らしいじゃないですか、うんうんうん、そうだね、うん、ちゃんと合わせた方が洒落てくるっていう感じもあって、うんうん、そうそうそう、うん、テクニックレスでしたね、本当に、うん、だって全部均一にっていうか薄くただただ、うん、全部塗っただけ、そうなの。これは本当にすごい、はい、ゆかりちゃんのいろんなテクニックをみんな見たいっていうのもあるかもしれないけど、ごめんなさい、塗っただけです。でもね、はい、製品の良さが一番分かる塗り方だと思うの、ね、ただただ薄く全体塗って、うん、どこも外さずに、そうで重ねたりもそんななく、今日コンシーラーも使ってないのに、ね、そうだよね、なのにすっごい綺麗でした。うん、はい、面白かったな。ぜひぜひもうこの主役級ですごいバランスの取れた最高峰のザ・プライマーをまずは手に入れてほしいし、できればザ・シリーズの3姉妹で試してほしいね。これ体感してほしい、ね、体感してほしいですね、うん、してほしい、ね、なんか重ねてった時の感動ありますよね、うん、感動あります。ぜひ動画何度も見て参考にしてもらえたら嬉しいです、はいはい、では今日はありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録と素敵なコメントもお願いします。